出さずにいられるということですね、はい、さあ島が歩いてこれで2アウトランナー2塁1塁という形になってバッターボックスには増田、今日最初の打席はショートへのダブルプレーに終わっています。セッツとしては4点を取られてしまいましたが、これ以上の失点は避けたい。レフトへ大きな当たりだ、頭上を越える、二塁ランナーホームに帰ってくる、そして一塁ランナー島も今ホームに帰ってきます。このイニング3本目のタイムリーツーベースが生まれましたイーグルスです。なんとか4点で踏みとどまりたかった節ですが、しかしフォアボールは挟んで、そして増田にツーベースです。ちょっと信じられない光景ですよね。そうですね、まあ、これまでの節であると考えられないような今打たれ方をしています。まあ、岡島選手も初球、今の増田選手も初球ですよね。あ、そうですね、今のは初球変化球を狙っていた感じですか。そうですね、まあ、ストライクゾーンに来ればね、しっかりスイング入れてくるというような考えだったと思ったんですよ、思うんですけどね、まあ、そこにスッとストライクを取りに行ってしまったという感じですよね。そうですか。